はい、どうも、 B レジェンド鍵谷でございます。ですね、今回皆さんにお知らせがございます。まあ、実はね、あの8月10日9日発売号のマッスルフィットネスと、あとアイアンマンの方で出てたので、ご覧になった方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、こちらのね、激うまチョコも今ね、もう皆さんおなじみのあの人気の商品でございますが、この激うまチョコ、まあ、1キロがですね、なんとじゃじゃんとおいしょ、5キロパックになりましたっていうか、隠れて見えないね、5キロパックになりました。まあ、ご覧いただいた通りですね、1キロと比べるともうこれだけ大きくてね、ちょっとね、あのサイズ感だけだったらあれなんだけど、こう横幅見ると分かると思うんですよね。まあ、1キロこれに対して5キロこんだけでかいと。で、もうパウダーここまで入ってると。こんな感じでね、ここまで入ってて、1キロはまあ、これぐらいかな。これぐらいで入ってるんですけれども、まあ、だからこの違いですよ、5倍入ってると。で、まあ、入ってる中は一緒です、同じものが入ってます。でね、5キロで値段が、14,800円です。で、1キロあたり、まあ、少しだけ安くなってて、まあ、2,980円なんで、まあ、5% ぐらいかな、少しだけ安くなってるんですけれども、まあ、先ほど9月5日本日ですね、のお昼12時からもう販売がスタートしておりますので、でただですね、300袋限定の先行販売でございます。一応、まあ、レギュラー商品にする予定ではいるんですけれども、まあ、次回の入荷がですね、いつになるかわからないので、まあ、一旦300袋在庫ある分でも一旦終了になると思います。でまた少しして入ってきたら、また追加でね、販売するようになると思うんですけれども、でサイズ感こんな感じです。これジャンボシェーカー、これ普通のシェーカー、こんな感じ。あ、こうしてもいいかな。これマッチ29シェイカー、これ普通のシェイカー、だってこれぐらいの大きさでございますね。で、まあ、今まで3キロパック出してくれ、5キロパック出してくれみたいなことってね、まあ、お客様からの要望は多かったんですよ。で、多かったんですけれども、まあ、出してきてなかったんですね。で、なぜかというと、まあ、何度か話してるんですけれども、この袋が非常に優秀でいいという話は何度かしてきてるんですけれども、この袋ででかいの作るのができないかったんですよ、もうずっと。まあ、できなかったというか、今もできてないんですけど、袋の加工をする機械があって、その機械の幅がサイズが合わなくて、まあ、例えば何ていうのかな、コピーで A4 はコピーできるけど A3 はコピーできないみたいな、わかります？サイズが違うからね。だからでかすぎて、袋が作れなくて、それで大きい袋をまず作ってないっていうのが1点で、もう1点は単純に大きい袋だとそれだけ消費するのに時間がかかるから、開け閉めする機会も多くなって湿気る可能性が高いと。そしてちっちゃければもうそれだけ、まあ、ちっちゃいっても1キロですけど、ちっちゃければ都度使い切るじゃないですか。だから使い切れば、まあ、例えば5キロね、これを5袋買ったとしても、あと4キロはまあ新品だから当然傷まないじゃないですか。だけど5キロだったら開けちゃうと、もう全部にね、空気触れてしまいますから、あと湿気る可能性も出てくるから傷んじゃうので、大きいのは作ってきてなかったんですけど、だけどまあそうは言ってもということで、まあ現末3キロのね、現末を作り、そして今回5キロのチョコをまずね、チョコ作るようにしました。じゃあこの袋はなんかダメな袋なのかというとですね、まあもう元々あるね、既製品の袋なので、まあただその既製品の中でも種類がいろいろあるんですよ。もう安い薄っぺらいものから結構しっかりしたものまであるんですけど、その中では5キロが入る中では極上の袋を選んだつもりでおりますので、これはなかなかいいと思います。で、まあまだね、僕の中でOK 出せるかなと。本当はね、ちゃんとしたこっちの理想のものを作りたいんですけど、まあその理想には届いてないんだけれども、まあ、OK の出せる範囲の袋かなと。まあ、OK 出せない範囲の袋がたくさんあっても、全部それはボツにしちゃって、今までそういう袋が見つからなかったっていうのもあるんですけどね。まあ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 、そういうこともあって。で、まあ、OK 出したと。まあ、あとは、あれなんですよ。まあ、最近ね、まあ、トレーニーとやり取りしてて、結構プロテインの消費量が多いということも分かってきて、まあ、僕でだいたい月に今3キロちょっとぐらい飲むんですけど、僕ぐらいのレベルでもね、やっぱり月3キロ飲むんですよ。で、やっぱ話聞いてると結構ね、ハードにトレーニングしてる人は月5キロ飲んでるんですよね。だから1ヶ月で消費するってことを考えれば、まあ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 、OK なのかなというところから、まあ5キロ出してもいいかと。
まあ、1月ぐらいでできればね飲むぐらいのペースの人がいいと思うんですけど、まあこれでねもう4ヶ月とか半年とかかけて飲むとかいう人はもう絶対やめた方がいいと思うんですけれども、だけどまあ1ヶ月とか、まあ、40日ぐらいで飲むのであればまあまあ5キロもありかなということで、今回まあ作るに至りました。ですのでまあヘビーユーザーの方でねもういくつもこれがとか、あるいはまあ本当はうちのこの袋優秀なんで袋で飲んでほしいんですけど、もうこうタッパーとかね瓶とかね別の入れ物に入れちゃうっていう人なんかであれば、あのこういったねあの大きいものもあでもいいのかなと思ったので、でまあ、作りました。ということで、まあ、皆さんご要望の多かった5キロパックですね、まあ、一旦300袋、まあ、限定でね、販売となっておりますので、この機会にお買い求めいただければと思います。もう中身はもう一緒です。同じものなんでね、定番の美味しさになっておりますので、まあ、ヘビーユーザーの方はぜひこの機会にお求めになってはいかがでしょうか。はい。ということでね、まあ、こんな分厚い激うまチョコね、新しく出ましたよっていう動画でした。ぜひ皆さんこの機会に飲んでみてください。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。グッドボタンよろしくお願いします。あ、そうそう、これもキャンペーンやってますからね。グッドボタンよろしくお願いします。あとチャンネル登録もお願いします。ぜひぜひグッドボタン倍増計画、ご参加ください。ではまた、さよなら。